ゆっくりしていってね。子供の頃、ある少年グループが万引きで捕まった。父はそれを尻撃をした。私は自分は取っていないと抗議した。そうかもしれない、と父は言った。だがその場にいたなろ。私はレンの2号。ティーガー237号の社長だ。確かに私は、あ、皆さんどうも、2号の話し相手のレンの1号です。今回持っていくのはロイツティア70戦車のティーガーですね。高めの攻撃性能とそこそこの足とクッソ高いヘルスが特徴で、走行は前進から据え置きなので、期待しない方がいいでしょう。お前がいない間にアプレで正面165ミリになってたよ。加えて、前進も累計36も正面が145ミリメートルに増やされてますね。まあ、強化されたティーガーの恐ろしさを敵に知らしめてやるとしましょう。おっと正面に SU100。これもしかしてあいつ、一両だけってことはないか？さすがティーガーだ、なんともないね。でもね、これなかなか難しいねんな。で、SU100 はストック砲ですね。あれ？ SU100 は100ミリ砲が最終砲がなかったっけ？いや、お前がやってた頃から122ミリが最終砲だよ。T34 ベースの車体に122ミリとかどこのタンクロだよ。この先タンクロとコラボして、タンクロの架空戦車が出る可能性がリレソン？ないです。現実を突きつけられたところで戦況を確認すると、敵の中戦車隊が南側を突破しており、北側を包囲する形になっている感じですね。南から中戦車隊が来るのに、北側は膠着していて動けない。これ積んだのでは？まるでマッチドイツみたいな。ティアティーガーならなんとかできるはずだ。力を信じ、ドイツを信じろ。今回やけに BS ネタ多いな。ここは敵を引き込んで、味方と共に袋にできるよう、立ち回っていきたいですね。味方クックが援護してくれるようだし、とりあえず北側の敵とクロス、組まれるという最悪の展開は回避できそうだな。手慣れも北側の敵に対処してね。早く車線を切らないとまずいですよ。おぉ、うなれ700倍。方針の長さに救われましたね、本当に。あと、さっきから耳に援護してくれてるターヒル君には頭が上がりませんよ、まったく。はぁ、ティーガーは線路自体はいいんだけど、白糸拡散が彼だから止まって撃たなきゃいけないのが辛いな。走行強化前よりはマシだろ。取られてたら敵も中戦車隊も一掃できたな。ってことであとは乱闘がいいってところですね。まあ敵の方がヘルス多いんですけどね。そこら数の力でスリープルズまでの。ナースコルンは味方がやってくれそうなので我々は IS をやりに行きますか。どうやら IS はこっちを見ていないようが聞いてるな。お兄ちゃん俺らマジでくれや。ドバーあーたまらねえぜ。ってことでトップガンとクール勲章を取得し一番いいでしたね。あれお、どうしました。って強化されるクッソ前のリプレイじゃねえか。